井市の大神神社では今白くて神秘的な銀鈴草が姿を見せています。全体が白く薄暗い森の中ではほのかに浮かび上がっているように見えることから幽霊竹とも言われている銀鈴草。標高が高い山で見かけることが多い植物で、光合成を行わず落ち葉などから栄養分を取り入れて成長しています。このように低地で咲くのは珍しいということですが、大神神社によると数十年以上前から自生しているそうです。この銀鈴草、来月上旬まで花をつけ、その後は溶けるように消えてしまうということです。